ラリー。ラリー、とは、主に行動で、タイムアタックをする自動車競技の一種。ドライバーとナビゲーター、5ドライバーの2名1組が、競技者に同乗し、指定された区間を1台ずつ走行して、総合タイムの速さや、運転の正確性を競う。ラリーという言葉の由来は、5フランス語の、ロリアー、リ、再びアリアー、参加するであり。 各地を出発してから一箇所に集うのがイベントの原型である。その起源は中世の騎士が各地から戦争を始める白い集結した行動とされる。平時においても訓練を兼ね、馬に騎乗して、領主のもとへ誰が一番早く到着できるか競い合う競技があり、その言葉が20世紀の自動車競技に継承された。 19世紀末に始まった自動車競技は、都市間の行動を走行していたが、安全面などの理由から、閉鎖周回路、サーキットで行うレースと、行動で行うラリーに分化していった。自動車競技としてのラリーは、1911年に始まったラリーモンテカルロが起源とされる。当時は参加者がヨーロッパの各都市を出発し、指定地点を通過しながら、険しい峰々を越えて、 地中海岸のリゾート地モナコへ集合するというイベントだった。ラリー界では、ラリーモンテカルロと1932年創設のラックラリー、ゲームウェールズラリーギガバイト、1953年創設のサファリラリーのことを三大ラリーと呼ぶ。かつては長距離、長時間走行の耐久性を競う傾向が強かったが、現代ではコースや日程をコンパクトにまとめ、 短距離のタイムアタックを繰り返すスプリント形式が主流となっている。ラリーの最高峰はに創設された世界ラリー選手権ラリーでの高成績には市販車の販売促進効果があるため上位シリーズや伝統イベントでは自動車メーカーが一流プロ選手と契約しワークスチームを編成して参戦する。また日本では全日本ラリー選手権日本スーパーラリーシリーズ トヨタ画像レイシングラリーチャレンジなどが開催されている。ラリーは順位決定の主要素によって競技方法が異なり、大別して速さを重視するラリーと走行の正確さを重視するラリーに分けられる。日本自動車連盟の国内ラリー競技会再規定では全車をスペシャルステージラリー、後車をアベレージラリー、第1種、第2種と定義している。 最高峰の世界ラリー選手権をはじめとする現代の主なラリーは SS におけるタイムトライアルを主体としている。数日間の合計タイムによって純粋な速さを競うスプリントラリーとも呼ばれる。通過確認地点はチェックポイントではなくタイムコントロール TC と呼ばれサービス地点の出入り口や各 SS スタート地点の手前に設けられる。 シークレット方式のアベレージラリーと異なり、走行ルートや TC の位置は事前に公開されており、SS を制限速度内で予習走行、列記することも認められている。競技者は SS スタート前に次の TC までの目標到着時間、ターゲットタイムを知らされ、オフィシャルのカウントダウンでタイムトライアルを開始、列記時に作成した。 ペースノートを頼りに SS を全力走行する。フィニッシュ地点を全開で駆け抜けた後停車し、TC カードにタイムを記入される。区間タイムは、スタート、フィニッシュ地点の高電間計測される。その後、ロードブックに従い移動区間、ロードセクション、または、リエゾンを走行して、次の TC に到着し、また SS タイムトライアルを行うという流れを、繰り返す。全ルート終了後に、 SS 走行タイムの積算が少ない順に順位が決定する。ロードセクションは次の TC に余裕を持って到着できる、要時間設定されており、TC の手前でチェックイン時刻を待つことができる。ただし、SS でのタイムロスや、ロードセクションの交通渋滞などによって TC への到着が遅れると、1分あたり10秒のペナルティを受ける、装着は1分あたり1分のペナルテ。ィ。 日本国内の競技では一般道の制限速度や通行量を考慮して SS が極端に遅くてもロードセクションを急がないで済むようなルールが採用されている。タイムラリー、ロードラリーとも呼ばれる。日本では長年にわたりメインのラリー方式であり、全日本ラリー選手権も2005年まではこれを採用していた。現在も地方のラリーイベントではよく見られる。 指定区間を指示された平均速度で走行し、リライアビリティ欄、その所要時間の正確さを競う。競技者は、ラリー当日に配布される、ロードブックに記された道のりを指示された平均速度で走行する。まずにない交差点や分岐路は直進、道なり走行が原則。途中に指示速度変更地点、パスコントロールポイント、PC が設けられる場合もある。 実際は道路状況によって走行ペースが変動するので、ナビゲーターが常に指示速度と自社の平均速度のずれ計算し、ドライバーにペースアップ、ペースダウンを指示する。ルートの途中には何箇所か、通過確認地点、チェックポイント、CP があり、それぞれ所要時間、イコール走行距離指示速度が設定されている。競技車両はここで一時停車し、 自社の通過時刻が記された。チェックカードを受け取る。チェックポイントは路面に白線などで表示されるが、その場所はロードブックには記されていない。ブライドチェック。ルートを完走した時点で、チェックカードを集計し、CP ごとに早遅す動ファイナルタイムに対して減点を受ける。減点はイベントによって、1秒あたり1点か、1分あたり1点、という換算方式ある。 その他に、給油や修理を行うサービス地点、レストコントロールポイント、RC で制限時間をオーバーした場合なども減点対象となる。これらの減点の総計が最も少ないものが勝者となる。走行状態の正確な把握、チェックポイント出現場所の予想など、経験やナビゲーターの実力が大きく、成績に関わることが多い。ロードブックに記載されている。 走行距離はオフィシャルの計測車両が事前走行した際のデータによるものだが、競技車両との間にはトリップメーター誤差が発生する。これはタイヤの減り具合や空気圧、トリップメーターの製造時誤差などに起因し、そのまま競技を行うと、それぞれ車に計測距離の違いが生じる。これを修正するため、スタート地点からある程度の距離にオドメーターコントロールポイントと呼ばれる。 地点が設けられる。ナビゲーターがこの地点で、オフィシャル車両の計測した距離と競技者車両の誤差を構成し、オムシッピー5の区間の計測距離を補正する。ロードブック上のオムシッピー地点には、オフィシャルが計測したスタートからの距離が記載されている。この記載されている距離が、例えば 10.0km であるのに対して、自社がスタートからこの地点まで来た時のトリップメーターの、 数字が 11.0km であった場合、修正係数は11.0、10.0すなわち1.1となり、自社は指示速度に1.1を乗した速度で走る必要が生じる。この修正係数及び指示速度の算出には、古くは筆算、計算弱、歯車式計算機などが用いられた。古田計算機は、ラリー競技者に愛用された歯車式計算機の 一つである。しかし、交通戦争などの社会事情からラリーへの風当たりが強くなると、ラリーは指示速度が頻繁に変更される計算ラリーと呼ばれる形態に姿を変えていき、簡単な算出方法が必要とされるようになった。この需要に応えたのが円盤と呼ばれるラリー専用の計算弱であった。これは互いの角度を固定できる2本の針を持った。 円盤式計算尺で、まず一方の針を、ロードブック上のオムシッピーの距離、先例の場合10.0のメモリに合わせ、もう一方の針を自社がこのオムシッピーまでに走った、時点でのトリップメーターの距離、先の例の場合11.0のメモリに合わせて、2本の針の角度を固定する。その後、最初の針を指示速度のメモリに合わせると、もう一方の針が指す。メモリの速度が、 自社が走行すべき速度になるというものであった。しかし1980年代にトリップメーターと計算機が内蔵された専用のラリーコンピューター、通称ラリコンが出現し、これらの算出用具を一掃した。ラリコンは助手席のダッシュボードに搭載され、現在時刻やスタート時刻、指示速度を入力すると自動的にファイナルタイムが表示される。 オムシッピーでオフィシャル数値を入力すると以後、トリップメーターが自動的に補正される。リライアビリティ欄を主体とするが、コースの一部にスペシャルステージやハイアベレージ区間を含むことで、走りの正確さ速さを競う、中上級以上に存在し、スポーツラリーとも呼ばれる。SS に指示速度はなく、目標タイムは0秒。したがって、 この区間を通過するのに用した時間が減点される。例えば、SS 走行タイムが3分12秒の場合、1秒1点、換算では192点、63プラス12の減点取る。ハイアベレージ区間、ハイアベ区間は、SS のような占有状態ではないが、制限速度内で競技者が達成困難な速度を、あえて支持する。競技者が減点を、 最小限に止めようとハイペース走行をすることで、事実上のタイムトライアル区間となる。競技性は薄く、初心者でも参加して楽しめるラリー、レース専用に設計、製造されるフォーミュラカー、回一マシンなどとは異なり、ラリーカーは自動車メーカーが量産する市販車をベースにして、認められる範囲内で競技用の改造を行う。メーカーが、 国際自動車連盟や日本自動車連盟のようなモータースポーツ統括団体に対して申請を行い、公認、ホモロゲーションを受けたモデルがベース車両となる。公道を走行するので改造の際はある程度競技国の安全基準を満たす必要があり、競技中もナンバープレートをつけて走行する。FIA が公認するラリーカー向けの規定はグループ A、グループ R、 グループ N、グループ B、現在廃止などがあり、それぞれ年間生産台数、エンジン形式、排気量、下級機の有無、駆動方式、2WD、4WD といった細かな条件が指定されている。グループによって改造許容範囲は異なるが、市販車に近い状態に止めて、性能とコストを抑えようとすると、高性能 4WD スポーツモデルを量産できる。 イコール 4WD 車が多く売れる市場を持っているメーカーだけに偏りやすい。そのためトップカテゴリーでは車種やエントリー台数を増やすために改造範囲を区、するのが一般的である。WR カーやスーパー2000、グループ R5、AP4 などがこれに相当する。ベースカーからの大きな使用変更点として乗員の安全を守るロールケージ。 4点式、シートベルト、車載消火器などは装備が務付けられる。ボディの外観はベースカーから大きく変更できないが、ボディ底面を守るアンダーガード、マットフラップ、リアウィング、夜間走行用のライトポットなどは公認された部品を装着できる。内装は軽量化のため後部座席や車音材、エアコンなどを取り外して簡略化している。ラリーでは、 サイドターンを駆使するため市販車、特にトランスミッションが ATCVT しか設定がないことも多なった日本車では少なくなったハンドブレーキバーが現在でも活躍している。またパンクに備えてスペアタイヤを積む必要がある。同じくタイムアタックを行う競技のジムカーナに比べるとラリーカーは安全性と信頼性のために多少重くともきちんとしたボディ補強を施している。 また、路面の変化やイレギュラー、路面に書き出された砂利や落ち葉などに柔軟に対応できるように、セッティングはジムカーナよりもマイルドにされることが一般的である。エンジンのパワーアップは厳しく規制されており、ターボチャージャーにはリストリクターを装着して、吸気量を制限している。一方で、エンジン制御、液のチューニングに関しては、緩い傾向があり、エンジンの開発は、 パワー以上に、レスポンスやドライバビリティ、運転しやすさが重視される。ラリーレード、クロスカントリーラリーは、大平原、砂漠、岩場などの道なき荒野を走破する、耐久競技。スプリントラリーと同様にナビゲーターを乗せ、日程は SS とリーゾンで構成されるが、競技日程、早々高距離ともに圧倒的に長く、全工程を完走するのに1週間以上かかる。 ミスコースや事故、故障などに遭遇する確率が高く、冒険、サバイバルの要素が強い。そのため、スプリントラリーに比べると、スピードよりも確実な走破性が求められる。ラリーでは、ハッチバックやセダンのような、小さめな車両が一台ずつ走るのに対し、ラリーレードの車両は、アクロ走破性能を持つ大型のクロスカントリー車、SUV や、ピックアップトラック、カミオン、 貨物トラック、小型のバギーカー、ATV、バイクなど2輪、4輪、6輪問わず様々な乗り物が同時に走行するのが特徴である。あまりにも距離が長いため、各自がコースを下見して、ペースノートを作る、デッキは行われず、ナビは主催者から渡された、コマ図を見て行う。コマ図に忠実に走るのは困難であるため、中にはコースミスを防ぐために、 ライバルやタークラスの後をついていったり、後をついてマークしてくるライバルを惑わすためにわざと迷っているふりをすような駆け引きも発生する。日本国内ではダカールラリー、旧正パリダカールラリーで三菱、パジェロや日ノ、レンジャーが活躍し、テレビでもダイジェスト放送されたことから、一般的にこの競技がラリーのイメージに捉えられる傾向がある。競技形式も似ている上、 ダカールのように、イベント名では、単に、ラリーと呼称されるのが、一般的であるため、特に混同されやすい。ラリークロスは、ラリーとサーキットレースが融合したもので、短いサーキットにおいて、ラリーカーに近いマシンが、レース形式で順位を争う競技である。ナビゲーターは、助手席には乗せず、会場の高い場所からドライバーに指示をする、スポッターと呼ばれる。 1>, 1ヒートあたり4から10台の車両が出走し、予選ヒートや敗者復活戦を勝ち上がったもので決勝ヒートを行う。グラベルとターマックがミックスされたコースで600馬力のマシンがぶつかり合う豪快なスタイルが特徴。欧米では伝統のある競技であり、2014年よりヨーロッパ選手権が FIA 世界選手権に昇格し、 世界ラリークロス選手権が行われている。アメリカではそれに先駆けて、X g a m e s の一種目として誕生した、グローバルラリークロスが人気を博している。ジムカーナは、ターマック、舗装路、ダートトライアルワグラベル、未舗装路のコースで、タイムアタックを行う競技。どちらも路面によって故障が異なる点はもちろん、リーゾンの存在しない、クローズドコースである点、ナビゲーターが存在しない点など、 ラリー以上にシンプルなタイムアタック競技であるのが特徴。またラリーに比べると世界選手権などは存在せず FIA による統一された基準やルールもないためアマチュア色が強い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。